幕の内弁当の一例幕の内弁当の例ご飯を俵型に見えるように型押ししている幕の内弁当とは白飯と数種類の服飾からなる弁当である長い歴史を持ち細かな定義や特徴については諸説ある白飯と副食とを組み合わせ単なるおにぎりなどと比べると手の込んだ弁当が幕の内弁当と呼ばれるようになったのは 江戸時代後期で、江戸時代の芝居文化に現れた弁当の総称と定義されることがある。はじめは、芝居見物の際に役者や裏方のために作られ、やがて観客向けのものが登場し発展した。こうした弁当はやがて企画化され、量産されるようになった。森佐田万機構によると、江戸時代末期には握り飯に副食物を添えた弁当を幕の内と呼んでおり、 最初に作ったのは、吉町にある万久市しという店であった。幕の内弁当はやがて芝居に限らず、病人への見舞いや贈答にも用いられるようになった。明治以降、幕の内弁当は、駅弁の様式の一つとして広まった。明治22年、兵庫県姫路の招き食品が、握り飯一弁当だった駅弁に導入したのが、始まりであり、十二銭だったという。駅弁は、 容器の回収ができないことから、使い捨ての競技の折り詰めに盛る方法が広まった。ただし、幕の内弁当が、弁当の典型的、代表的な存在であったことから、必ずしも、幕の内弁当で呼ばれるとは限らず、単に、弁当、ご弁当などと呼ばれることも多かった。第二次世界大戦後、海石風の幕の内弁当が高級飲食店や、来客をもてなす。 家庭料理として人気になる一方、多様ながらも少量で貧弱な副食物を飯とともに、ポリ容器に盛り付けたものが、デパート、スーパーマーケットや弁当屋で販売されるようになった。20世紀末期から地方食が強いもの、特定の食材を重視したものなどへの傾斜を深めたが、幕の内も依然根強い人気がある。コンビニエンスストアなどでも多様な弁当が売られるように、 なったが、その中でも幕の内弁当は一定の割合を維持している。日本において、弁当とは、外出先で食べるために容器に入れて持ち歩く食物や、容器そのものを指す。弁当の語源は、めんどいと呼ばれる、一人前の食品を盛り付ける容器や、油産の際に、食品や食器を収める、行クリアと呼ばれる容器にあるとされる。幕の内という言葉は、芝居において貼られる、 幕の内側や幕合を意味するが幕の内弁当の名前の由来に関しては諸説ある。なお、相撲の観客に対しても相撲茶屋が同様の弁当を供しそこから幕内力士のように相撲の世界にも幕の内という言葉が持ち込まれたという説もあるが異論もある。ご飯は一般に白飯である。炊き込みご飯、混ぜご飯などを使ったものを 幕の内弁当に分類するかどうかについては、説が分かれる。ご飯は、俵型のおにぎりが並べて詰められ、ごまを散らし、梅干しを乗せたものが、本来の幕の内とされる。これは、握り飯の名残であると言われている。ただし現在では、実際に、個別のおにぎりが詰められている場合は少なく、型押しをして、俵型に見せていることが多い。その他、白飯の上に黒ごまや、 海苔やつくらになどを散らしたものもある。おかずは汁気のないものを少しずついろいろ詰め合わせるのが一般的である。特に焼き魚玉。弁当という性格上、数時間で痛むものが避けられている一方、全般的に高カロリーで脂質や塩分が多く、かつ野菜類に乏しいため、低カロリーでバランス良い栄養にした幕の内弁当も近年登場してきている。 ご飯とおかずを組み合わせた類似の弁当として他に消化道弁当がある。消化道弁当は昭和初期に開発された最近の様式の弁当である。ありがとうございます。